今回はカローラクロスとクロストレック、ぶっちゃけどっちがおすすめなのというテーマでやっていきたいと思います。じゃあカローラクロスのね、優れている点一つ目ですが、プロアクティブドライビングアシストがあると。これは何かっていうと、クルーズ中じゃなくても前の車に近づきすぎたら減速してくれるとかね、あとカーブにノーブレーキで突っ込んだら減速してくれるっていう、まあそういう心優しい運転支援がついてると。こういう運転支援ってね、実はトヨタ以外のメーカーついてないんですよね。こういったところはね、トヨタ車を選ぶメリットになるんじゃないかなと。昨今のね、トヨタセーフティーセンス第3世代が実装されてるお車に関してはね、ちゃんとプロアクティブドライビングアシストついてますんでね、この辺はトヨタの魅力かなと。で、クロストレックの優れている点一つ目ですが、運転席にシートメモリーがあるということで、カローラクロスはね、10Wayのパワーシートはついているものの、このシートメモリーっていうものがないんですよね。だから共有してね、車を乗るときとかにはちょっと不便だったりすると。鍵とかと連動してシート確かポジションしてくれる機能とか、ドライバーモニターセンサーと連動して顔認証でやってくれる機能とかもあるんで、こういうところの細かい装備はいいのかもしれない。スバルとかの方が、まあ、CX30 とかね、 ZR-V にもついてますからね。で、カロクロの優れている点2つ目ですが、アドバンストパークっていう自動駐車ですね、いわゆる機能がハイブリッドのみですけど選べるということで、まあ、これによってね、センサーが増えたりとかっていうのもあるんで、まあ、そういうものでもね、つけていいと思うし、相当大変なね、入庫のシーンとかで助かると。で、クロストレックの優れてる点2つ目ですが、助手席にパワーシートがあると。で、このクラスでは珍しい 8way のパワーシートついてるということで、助手席のパワーシートがこのクラスでついてるのって、あと ZR-V あたりになるんですけど、あとシビックとかね、あの辺は助手席のパワーシートって 4way なんですよ。でちょっとね、ベースが少ないんだけど、クロストレックはね、 8way なんでね、この辺は何気にインプレッサとかもそうだけど、ハイグレードの車からパワーシートの可動域が大きいっていうのはね、で多いっていうのはかなり魅力に感じるなと思います。じゃあカローラクロスの優れている点3つ目ですが、パーキングサポートブレーキが前方と周囲にあると。これスバルの車ってフロントにはソナーがない関係で、後ろしか止まらないんですよ、パーキングサポートは。前はカメラに映るものなら止まるけども、低い花壇、塀とかそういったものに対してはパーキングサポートブレーキって効かないんですよね。だからちょっとね、駐車場での事故を起こしやすいっつうかね、ようなシーンがあると。で、さっきのアドバンストパークっていうオプションをつけると、カローラクロスではサイドにソナーがつく関係で、巻き込みのね、内輪差 でね、ゴリ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 ってやらないようなパーキングサポートブレーキもつくということでね、ここまで安全装備充実してるのはね、トヨタぐらいかなという感じですね。で、クロストレックの優れてる点3つ目ですが、ルーフレールの使い勝手がいいと。耐久性とかね、もうそのままキャリア乗っけちゃえるというところで、結構ね、 SUV でも昨今都市型のが増えてきて、まあ、ルーフレールが、まあ、言っちゃお飾りみたいな感じだったりとか、キャリア乗せるのに若干手間があったりとかっていうのがあるんだけど、まあ、クロストレックはね、そこはちゃんとスバルとアウトドアにね、適した車作るというところで、ここにね、キャリア普通につけれると。で、それでなんか例えばなんだろうな、スノボ行くでもサーフィン行くでもできると。そういったところがね、いいですよね。で、カロクロの優れている点4つ目ですが、 12.31 のフル液晶メーターがついてると。今回ストロングハイブリッドのクロストレックでもこれね、ついたんですよね。うん、ただ今のマイルドハイブリッドのモデルではアナログ二眼に 4.2 インチの液晶がついてるっていう、まあ言ったら仙台 XV インプレッサと同じしょぼいメーターと、情報量が少ないメーターが採用されてるんですよね。まあ、それに対してカローラクロスとかね、まあ、シビックとかもそうだけど、情報量の多いメーターが採用されてるんで、ね、まあ、この辺はちょっとスバルもっていうところでね、ストロングハイブリッドでようやく採用されたと。ただストロングハイブリッドは高いよと。で、クロストレックの優れている点4つ目ですが、
アクロ走破性能が高いと。まあ、これはやっぱ他のメーカーと比べるとね、四駆性能がね定評ありますから、スバルは。この X モードっていう、要はディープスノーマットとかスノーダートとか、まあ、雪区とか泥のとこから脱出する機能みたいなのもついてると。でさらに、まあ、そもそものね、普通でも四駆性能高いということで、ね、雪国ではねもうスバルの安心度はやばいと、総合雪国性能って歌ってますからね。でカロクロの優れている点5つ目ですが、燃費がいいと。まあ、これは間違いない。あのトヨタの車やっぱ燃費いいっていうのと、スバルが燃費悪いっつうとこなんですけど、まあね、燃費悪いのがスバル車だとかね、あいつこそがテニスの王子様だ的なことを言うようなね、つぶってる人いますけど、いや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 、燃費はいいに越したことないでしょって。スバリストはね、もう燃費なんか気にすんなとか、燃費悪いのがスバルなんだ、あいつこそがテニスの王子様だって言うけど、燃費気にして何が悪いんだいっていうところで。でストロングハイブリッドは、まあ、燃費良くなったとはいえ、あのクラスでリッター19なんですよ確か。計算したらね19ぐらいだったっていうデータが出てて、そうなってくるとやっぱ ZR-V であるとかカローラクロスとか、あのあたりと比べた時に経済性的な部分でちょっと弱いなと。ベゼルとかね、CX-30 のディーゼルの方が経済性がいいっていうのも考えるとな、ちょっとなーって感じですね。クロストレックの優れている点5つ目ですが、フロントクロストラフィックアラートがあるということで、これはねクロストレックの方が、まあ、新しいんでね、優れている点かなと思います。じゃあカローラクロスの優れている点6つ目ですが、パワーバックドアの設定があると。でハンズフリー機能にももちろん対応しているということで、まあ、これもねクロストレック SUV なのにねパワーバックドアになってないっていうね。ここもだからパワーバックドアとかついてたら、まあ、特にストロングハイブリッドのモデルはねいいなぁなんて思ったりしてたんですけどね、まあ、今回もそこはアップデートなしという感じですね。それがな、進化すればなお良かったと。でクロストレックの優れている点6つ目ですが、ナビの情報量が多いと。いや、ここの上のところにね、マルチファンクションディスプレイで情報を割り当てることができるとか、まあそういったところのね、カスタムの情報量が多いかなと。音楽の情報を割り当てたりとか、アクセル解像とか燃費とか、勾配系とかをね、入れたりとか、まあそういうね、ナビの情報量、そのインフォテインメントのナビの方は逆にクロストレックが優れていると。今のマイルドハイブリッドでもねっていうところ。カローラクロスの優れている点7つ目ですが、パノラマルーフがあるということで、クロストレックではねサンルーフだったんで、ただの、まあ、そういったところのね、あのルーフの装備っていうのはカロクロの方がいいと、まあ、明かり取りとしての意味とかもねやっぱ強いというところで、まあ、そこを考慮してね、まあ、カロクロの方が優れている点とさせていただきたいと思います。でクロストレックの優れている点7つ目ですが、ドライバーモニターセンサーがついていると。だからさっき言った顔認証でシートメモリー動かしてくれるとか、まあ、そういう心優しい機能とかはあるよとか、居眠り警告をこれが監視してやってくれるとか、まあ、そういったねやっぱドライバー監視ができるんで、よそ見警告とか、まあ、そういったところではねクロストレックいいんじゃないかなということで、ぶっちゃけどっち買ったらいいのよと。現状のマイルドハイブリッドのクロストレックとカローラクロスを比較すると、カローラクロスの方が圧倒的にお勧めできると。その理由としてはね、やっぱ静的質感がめちゃくちゃ高いとかね、アンビエントライトもあるしね、あと安全装備は実はトヨタの方が優れてるよとかね、燃費がいいとか、広さとか、リセールの部分とか、多分カロクロの方がちょっと広いんじゃないかな、後ろ。うん。まあ、あと、なやっぱちょっとコスパだよな。だから改めて ZR-V とかカローラクロスのコスパの良さを感じてしまう CX-30 とかライバル勢のね方がコスパいいよなって思うところはあるかなと。これがだからもし次世代 e-boxer のモデルの値段とかが正式に分かれば、まあ、大逆転の可能性はあるけども、ただちょっと高そうな気はするよなということで、ありがとうございました。